やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。なるほど。昨月蓄養神君、利水定山神君、龍雲釈風神君、高魔大勢。ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーウェの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。全ての三元五元仙人は過去にリーウェを守る契約を結んでいるんだよ。そうか、道理でリーウェのことになるとすぐに動いたんだな。その通り、彼らには責任もその資格もある。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ、オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーウェ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いいとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろう？でも今回に限っては君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。リーサイなんて全然美味しくないよ。